皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は福岡市博多区のここ韓国食材がいっぱい揃っているというイエスマートまでやってきました。韓国の食材がねたくさんあるということなので、早速中に入ってみたいと思います。韓国菜イエスマート、
ということで、イエスマートでお買い物をしてきました。買ってきたものがあんまりたくさんではないんですけど、韓国で買うよりもね、2倍から3倍ぐらいするんじゃないかなと思います。で、買ってきたのがこちらです。マランカウソフトキャンデーミルク味、281円、ふわふわした食感のミルク味のキャンディーです。これね、とっても美味しいんですよ。これミルク味といちご味とブルーベリー味だったかな、韓国にあって、3つとも食べて3つとも美味しかったです。はい、それとこれ、これもね、すごく今流行ってますよね。ドンウォン唐辛子ツナ缶180円、韓国でね、めっちゃ人気のツナ缶らしいです。そのまま食べてもお料理にも使える唐辛子のツナ缶です。それとこちら、こちらがね、ティーゼン昆布茶ゆず味、1180円が826円になってたんですけど、 BTS のグクが飲んでいることで有名になったそうで、水に溶かして飲む美容ドリンクです。次がこちら、これがぶっかけジャパン海苔258円、韓国産のバラ海苔を油で炒めた甘めのふりかけタイプの海苔です。それとこれ、見るからに辛そうでしょ、キムチブルダック炒め麺、半額で79円でした。人気のブルダック炒め麺のキムチ味、キムチ風味の酸っぱ辛い一品らしいですこれ。はい、もう一つがこっち、パルドのビビン麺130円。ビビン麺っていうのは韓国語で混ぜるっていう意味で、かき混ぜて食べる麺です。甘辛い味が人気のインスタント麺。買ってきたのはちょっとね、少なかったけどこれだけです。お店の中はご覧になったように、いろんな食品やいろんな飲み物やお化粧品が数多く並んでいました。早くね、韓国に行けるようになるといいですけど、行けない間はこういう韓国食材、こういったマートに行って韓国の商品を見てみるのもいいんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。